JR 東日本が次世代新幹線の開発を進めるための試験車両が神戸市内で報道関係者に公開されました。神戸市にある川崎重工業の兵庫工場で公開されたのは10両編成のアルファ X という名称の試験車両の1号車で、先端に16メートルほどの花と呼ばれる部分を持ちます。車体はメタリックカラーに明るい緑の帯がデザインされているのが特徴で、来年5月に完成し、東北新幹線が走る区間で試験走行を行い、時速360キロでの高速運転や騒音軽減などの技術データを収集するということです。5割ぐらいいってるかどうかっていうことだと思います、ね、次世代の新幹線に向けて今まで要素開発からずっと進めてきました。やっぱり期待度が大きいと思います。どんな性能を見せてくれるか楽しみです。 JR 東日本ではアルファ X について脱線防止のための装置のテストや雪が付着しにくいかどうかを確かめる試験なども行うとしています。